こんにちは、土方俊樹役の板垣瑞希です。今回はフェイクモーションキングオブドボンを実際にプレイしてみました。やってみます。帰ろう。おー、ナイス。うわー、きつい。きたー。いや、ナイス。あれ、これ勝てるかもしれない。初めてこのゲームやったんだけど。うわ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 。きついきついきつい。え、2枚出しとかできないですね。できないね。これワンチャン勝てるかもな。やばい、あと1枚ラッキー。これ負けちゃうかも。これ、あ、負けちゃった。いや、止まらない。トーイ君のレベルアップが止まらない。トーイ君のレベルアップ止まんないな。これやばいかもしれないっす。いっぱい色がついてる。結構当たりやすいみたいで。じゃあやっていきたいと思います。リバースって。お、これちょっといいかもしれません。みんなうまいね。あ、俺だ。勝った。やった。はい、そうですね。実際プレイしてみてですね。いや、結構ね、サクサクいくから楽しいんですよね。簡単なゲームって結構戦術とかって意外に必要になってくるので、意外にこう、結構みっちりハマれるんじゃないかなって思うところと、実際ね、もし皆さんとプレイすることがあったら、マジの戦いをしたいと思ってるんで、皆さんもたくさんプレイして、このゲームに勝つっていうのももちろんゲームの楽しみだと思うので、皆さんぜひ楽しんで。